豆腐をね、木綿豆腐、うん、これ冷凍しとったん。カチカチで、あの冷凍したらね、高野豆腐になるって聞いとったんやけどね、ほんまにちょっとあの冷凍したらこんな感じになる。今日これあの朝なんやけどね、うん、あの解凍して夕方、うん、これを調理してみたいと思います。自然の暮らし、キミポン広場。はい、キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。もうね、今日一日終わりましてね、朝ね、あの、ちらっと動画で入れとったんですけど、これ、あの、木綿豆腐ね、ちょっともう、あの、ラップめくってね、水切りして変えてきたんですね。何だったんやろ、高野豆腐になっとんやろか。ちょっと待って。いや、違う、また問題入ってまいり。ということでね、今日も、よろしく。ということでね、今日はね、畑のことじゃなくてね、あの、実は、よくね、キンポンがYouTube を始めた頃からね、よくあの参考にあの動画見せてもらってる、ほっこり暮らしミュウさんっていうね、あの50代のあのブログ、今多いね、50代の人のブログあのされてる方ね。で、50代 Vlog ってブログじゃなくて、Vlog いうのはあの、ビデオブログみたいな感じ。ブログじゃなくって、Vlog 言うんやけどね。知っとるわ言うて言うてんの多いと思うんですけど、50代で検索したらね、まあまあ、あの、ヒットで上がってこられる方なんです。まあ、キンポンなんかはね、もう、あの、まだまだレベルが低い、あの、50の、あの、汚いおっさんがね、動画をあの、作り始めた頃なんですけどね、ほっこり暮らしミュウさんのね、あの、節約、なんか、節約料理のね、やつでね、ちょっと面白そうやなんでやってみよう思ってね、ちょっとね、頑張ってやってみよう思って。それでね、何やったっけ、さ、ちょっとメモが書いとんよ。サバ缶の豆腐バーグ。前にね、おぼろ豆腐で、あの、ちょっと柔らか豆腐、あの、ハンバーグみたいにしたことあるんやけどね、これもあの、居酒屋料理できるかな思ってね、ちょっと承諾だけ得てね、やってみよう思って。これ、木綿豆腐2割引きで超えてて、期限が14日ってなったけど、今日13日やからね、全然大丈夫なんやけど、こうやに、なっとんやろうか、ちょっと手あろって、ちょっとこれ、ちょっと、こうやって、こうやって豆腐になると思ったよね、これ。これ。ふんにゃ、ほんまや。水だけ切っとんやけど、こんな感じやわ。で、これでね、よく鶏ミンチでハンバーグにしたりね、鶏ミンチのハンバーグ好きなんですよね、豆腐バーグいうのはね、嫁さんもよう作ってくれて、そんな結構好きなんで、豆腐好きな方なんでね。それでまあ、豆腐でハンバーグするのが好きで、で、豆腐と、鶏ミンチで、混ぜ込んでね。で、ハンバーグに、作ったりするのはよう作ってもらって食べたりするんですけど、これはね、この、サバ缶。うん。サバ缶と、この木綿豆腐を使う。うん。木綿豆腐使うって、で、玉ねぎ入れて、人参入れて、いうこと、大葉を入れて、で、こねるらしいんですよ。美味しそうやわ、思って。で、やってみよう、思ってね。キンポもそれに挑戦をしてみようと思ってます。それで、まあ、サバ缶言うてももう100円で買える時代も終わってきそうやね、だんだん。うん。あれは話進めんかいみたいだけど。まあ、いろいろ見よったらね、なんかこう、サバ缶でも、タイとか、国内産とか、ベトナムとか、いろいろ書いてある。うん。これ国産サバ使用って書いてあるから、こっちにしてみようかね。王さんね、備蓄みたいなことをね、こなしていろいろ置いてあるんやけど、備蓄いてね、世間一般にだんだん食料危機の問題で、だから缶詰買うたり、スパゲティ買うといたり、小麦粉買うたりね、思ったりして、ちょっとまあいろいろ走り回ったりって思ったりしようけど、それも使うのもやと思う。うん、もうここまで来たら、でもなるようにしかならへんかな、思ってね。ある程度はね、買うといてもいいと思うんやけど。うん。ほんで、まぁ、ちょっと、話、全然違う話。はい、ちょっとやってみるわ。うん。ちょっとお手洗った。で、サバ缶ね、これ、一缶使う、木綿豆腐がね、150g。これ、よく水切りをして書いてある。これ、何グラム ?300g や。あー。ほんなら、半分にせなあかんね。うん。ほんならね、ちょっと、一緒に、見ながら、じゃあ、よろしくお願いします。はい、いうことでね、これ水切りしとうやつ。うん。これ300g やったけど、150g ってね、書かれてるんでね。うん。それでね、ちょっとこう、適当に、これ半分、ちょっと切ってみますわ。よっしゃ。これね、半分。で、これ半分は、ちょっと戻して美味しかったら、ちょっと明日もまた作る。これ、でもこれ、日持ち料理のやつやからね、多分これ一緒に作ってみてもええんやと思うんやけど、ちょっともう量がわかんへんから、ボウルに、なんかして、買い取ってんやけどね、うん、きちんとしたことしとってんやけど、キンポン昨日の、種取りと一緒で、ナイロン袋の中にみんな入れてもってね、今流行りの、あれでやってみたろうかな、思って。皆さんごめんね。これ、ちょっと入れました。よいしょ。
入れて、でこれね、うん、入れました。ちょ時間足りるんちゃうかな。でこれで木綿豆腐入れて、それから玉ねぎ半分で書かれてるんやけど、キンポンとこ玉ねぎね、あの小さいからね、これなんでも小さいんよ、小さいからこれもこれ半分いうことに、こんなんしか取れへん。もうちょっと大きなあるんやで、ね、あるんやけどね、ちょっとええ料理するやつ、ええ料理言うと玉ねぎ豆腐のとこに置いとこう思ってね、うん、でこれええやのか、これ半分ってなってんやけど、よいしょ、これね、うん、こんな玉ねぎしかもう未使用やったら取れへんねんけどね、またあのもうちょっと大きな玉ねぎで料理しようとか取らせてもらおうこれやったってあの成功するかどうかわからへんの、まだあの料理一人前ちゃうからね、うん、これね、うん、ちゃんとこないね、うん、ええー、ね、うん、はい、なんかこれどなしたどなしたの、ブンブンチョッパー使ってみようかな、ブンブンチョッパー使おうかね、こんなことせんと、いやーそうだな、まあこれも味があって、うん、いいかもわからんけどね、うん、よいしょよいしょ、何にもね、もう今初めてあの料理始めたとこでね、うん、手順が何にもわからへんのよ、いや、ブンブンチョッパーしようかね、出して出すだけのことなんですけど、ある程度切っといて分も入れようかな、目板なるし、まあほんまに取れたての、 あの玉ねぎ言うたらね、うん、もうようあの輝いてますわ、香りも何もかも、うん、いやほんまにもう分分しよう、あ、まあもう目が痛なって言った、目が痛なって言った怒られて、まあ、とりあえずね分分するんやけど、玉ねぎのみじん切りが一つ、それから人参、これ人参半分って書いとってんけどね、これ人参、これもう自分のところの人参無理やから、あのスーパーで買ってきたって98円、うん、20円ねえ、だからそんな考えよったらね、あの作るもバカらしいなって言ってる人おってやるね、うん、いやほんまにそのものだけどね、まああのいろいろ作るからね、自分で作るから面白いいうところもあるんやけどね、うん、ねえ、はい、こういう感じでね、ちょっととりあえず材料の説明で、この木綿豆腐150、人参が半分、違う、玉ねぎが、半分、はい、半分やけどこれ半分ね、丸っといくけど、人参がこれ小半分でね、大葉は使うんやけど、大葉 4,5 枚で買い取ってんや、うん、ほやけどね、大葉言うてもね、うち畑見てもらった、山陰見てもらったら分かんやけど、毎年植えとん途中で勝手に自生して生やしていっけんやけどね、あ、赤とね青じそと大葉とね混ざっとうから赤じそと、あいのこになってまうね、これあの青やのにね、後ろ赤みたいな、こんなんええんよって、だんだんこんな風になって、もう二つ一緒になっとったら、だからこれ大葉のような赤を赤ほんまに、なんかしそジュース作るんやけど、どんな味になるんやろね、1,2,3,4,5,6 大盤振る舞い6枚4,5 枚ってあの書いてくれとってんやけどね、これね、いうことでね、これあの袋の中に、混ぜていきますんで、そこまでねちょっとさっきやっときますわ、これもみじんにして、ブンブンチョッパー使います、うん、これで終わったんやろか、この入れ方、ブンブンチョッパーもね、まともに使ったことないの、こぼしてもらったんやね、ほんまに穴の中にこれ入ってもたらこうよいしょ、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 こういうのいい、ね、これ、うん、いくぞ、エンジンうん、おえここや、ここや、あれちゃうわ、どうして開けるんやろ、あれあれあ、こうや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 、コン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 、はい、じゃあね、とりあえず袋の中に一緒に玉ねぎとしてもよかった、玉ねぎと人参もしてもよかったんやけどね、ちょっと色分けした方がいいかな、うん、でこれもあらかたちょっとみじん切りしといて、よいしょ、買った、どのぐらいの程度で切っといていいやろね、うん、もうあのあらかたでいいと思うわ、あのブンブンさんに任せといて、うん、ね、うん、thank you
違うわ、これ。これ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 。プロペラ、プロペラ、プロプロペラ、プロペラ、プロペラ。これ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 。よっしゃ。こういう感じね。うん。で、じゃーん、はい、ね、入れていきます。はい、入りました、うん、とりあえずね、袋の方に入りました。それから大葉、ちょっと多めの大葉なんですが、うん、これもブンブンチョッパーいけるんやろかね、いけるかもわからんな、全部細かい方が美味しいかもわからへんからね、うん、あの、これこれせんなんし、うん、そうやな、これもブンブンしようかな、ブンブンちょっと全然混ざってまうけどね、一緒やから混ざるから、一緒やんね、うん、よしよし、うん、これもブンブンさんに行こう、ブンブンブン男料理ね。よっしゃ、いやー、よっしゃ、むちゃくちゃなってまいじゃん、もう3回目から。うん、ほんで、あの、あれやわ、ちっちゃい、あの、ちっちゃいけど硬くないやつでも、うん、ブンブンできおりますよ、うん、これ、もういい加減マスターした？よいしょ、できと、できてます、はい、しょうもない言うても、あの、たくさん取ってね、美味しいの作るから、美味しいの作るから、ちょっとだけ待ってね、ちょっと大葉4段目になっとうから、ここでいいか、はい、これも入りました、うん、でね、ここでです、卵がね、ここで入れるんだ、2分の1個ってことになってます。これ2分の1個ってどうやってしたらいいんやろう、とりあえずこれね、卵で2分の1個やけど、1個入れたらあかんねやろうか、混ぜ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 、端でもいいんやろうけどね、うん、これね、もうちょっと、いや、ちょっとガラスも置くのですからね、あー、でも適当でね、ふぃーっとこう、ふぃーっとこう、ちゃんと混ざってはねんな、ほんまに料理不足だね、いつも洗い物が増えるけど、あ、それはそれは最初からこれするべきやったわ、うん、はい、はい、もういいかな、もういいかな、よし、はい、2分の1個っていうことでね、なっています。だからまあ全部入らないようにね、だいたいまあ、よっしゃよっしゃ、二分の一個ありました。はい。ここで次、片栗粉。片栗粉。ちょっととろみを出すんやけどね。片栗粉が、小さじの1ということになっております。はい。小さじ1。小さじ1ね。片栗粉。片栗、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 片栗粉。それから、お塩が少し。うん、塩胡椒ってなっとうから、お塩と一緒にしとこうかな。もう普通の、あの、こういう塩胡椒っていうやつ、ちゃんとした、あの、黒胡椒と塩とってしたらいいかもわからんけど。もうちょっと初めてはい、片栗も入れて塩コショウ入れました。はい、ここでですね、卵も入ったし、今度これ、サバ缶をここで投入します。はい、よっしゃ、おー、これこのまま入れていいんやろか、お汁も一緒にええんかな、うん、ちゃんとあの、うん、もう入れるよ、入れたよ、うん、サバ缶、はい、水に、味噌にじゃなくて水にね、うん、はい、これでね、これ豆腐もみもみ、サバももみもみで、これであの骨のアラームが入っとったズボッと穴が
言ってまうかわからんけどね。前のあのクッキー作る時も最近このやり方ようやるようやけどね。うん。今あの料理動画のね、あのこういうあの50代のやつでもそうやけど、いろんな若い人、50代の人とか70代の人言ったら昔ながらのね、ボールスコでしょってけど、若い子だってすごいね、見なくなしてあのナイロンでね、うん、しょってやね。うん、よう見よったら。それとね、動画のスピードがね、早い。うん、動画のスピードが早いからね、ついていけへん。G もヨーさん書いてあるし、画像見たいし、G 読まんないしね。うん、ほんまについていけへんよ、感じ。はい。ええ感じになってたわ。これ。ちょっとゆるい目やけどね。うん。そうそう、ミュータの動画も結構ゆるい目やったけど、上手に、まあ、そら、ね、女の人やしね。うん。それは当たり前や。料理の好きな人が動画撮ったらいいやから、うん、ついていけるかな。でも、ええ匂い。あのね、美味しいからおすすめって、納豆だからしようよ、これやったって、うん、めっちゃいい匂いするよ、これサバ缶の、うん、よしよし、ほんなこれ一回ね、これでちょっと置いといて、今度ね、タレ作ります、タレ、うん、タレ作ります、はい、そしたらね、ハンバーグにつけるタレなんですが、タレはね、片栗で、小1、小さじ1や。こっちも小さじ1、ね、はい、片栗小さじ1から水が、大さじ3、はい、2杯、2杯、3杯、はい、醤油ね、キンポンとこ特製の醤油使って、普通の醤油じゃなくて、これあの昆布とニンニクがそこに沈んだやつね、うん、キンポン秘伝の、何秘伝か醤油、大さじ2に入りました。はい、今度ね、砂糖は、大さじ1、大さじ1です。あ、これつけられるの違うのに、あ、こっちの大さじしようか。はい、大さじ砂糖ね、3ウントです。はい、うん、はい、こんな感じです。これでね、これでタレ、はい、タレになってます。これね、どんな味なんやろう。あの、これの匂いもめっちゃいい匂いなんだけどね。ちょっと眠ってみますわ。なるほど。じゃあ、焼こうかな。よいしょ。出してきて焼きますよ。ちょっとずつね、よく手が出てきて。はい、そしたら、これで焼いていきます。これどうやってしようかな。このままギューッと出していこうかな。はい、そしたらね、敷くのはこのオリーブオイルを使います。はい、オリーブオイルね、じゃあ焦げんようにね、刺さんだからね、うん、ちょっと初めてやけど、ちょっと多めにしとこうかな、うん、ちょっと何もわからないことからスタートしとこうかね、うん、ちょっとね、あのゆるいっていうのは、あの動画ね、見てもらってもゆるいの言われてました。うん、なんかまあどこまでね、うん、そのかなったやつができるかどうかちょっとわからないんだけど、これ袋の上で、もうちょっとこうカメラさんバックして、袋の上でにってして、で、こんな感じで、ちょっと、ちょっと、ちょっと、何個作れるかわからないけど、でも皿のなんかええ匂いしようがやっぱり、うん、真ん中、ゆっ、ほっほっ、何個乗るかな、1、2、3、4、5、6個乗るかな、ちょっと全部乗らんか、ほっ、うん、もうあと何個かやけどな、ちょっと難しいな、どうしようかな、これ、うん、まだ乗らない、まだ乗って、ゆっ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 、これがちょっとあれ、ちょっとあんまりいじくらん方がええ言うて、言われそうやけど、ほんまにそうやわ、うん、あんまりいじくらへん方がええかもかな、どうしようかな、もうちょっとオリーブオイル買おうかな、うん、初めてやからね、何するにしても、うん、もうちょっとカメラさん、もうちょっと接近して、そう、うん、こんな感じ合ってる、みゆさん、あと2つ置きたいんやけどな、どうやろ、無理、一緒の火力で、うん、ほっ、
もうちょっとだよ。ほっ。あとこんだけ残ったんやけど、あとちょっとこれも卵焼き器で炒めて、どうかハンバーグならへんかったやつは。両面これ焼かなあかんの、ちょっと難しくね。ちょっと火の加減どうしようかな。ちょっと弱いとくか。サバ缶のサバの油も相まって、美味しそうやな。でも、香りね。ここからがちょっと問題で、まだイクラのとこは片栗がやっぱちょっと透きから固まってきよう感じがする。作り置きのおかずなんですよこれ。作っといてね、 2,3 日冷蔵庫でね置いといてね、またあるなんですって、チンはして食べられるんやって。うん、蓋せんでいいかな。ちょっと火弱そうかな。焦げてもてもあるやつ。もう、でもひっくり返してもいいかもだ。ひっくり返してみようか。いやー、怖い。もう一ついるかな。女の子みたいなこと言うと。いやー、怖い。いくぞ。ほっ、ほっ。これマジ。いくぞ。ほっ、ほっ。いやー。ちょっとこれは、ちょっと、下手こいたな。フライパンの端っこの方にこう、ちょっと、無理やりこう、厳選させたろ。よっしゃ、ほい。あんまりじくらんほうがええって言うと、ほんまのことでしたわ。よいしょ、行くよ。ほい、行くよ。行くよ。ほっ。ちょっとこれやばい方やったんだから。よし、真ん中行くぞ。ほっ、よいしょ。後から入れた方がね、行くよ、行くよ。おっ、よっ。ドキドキハラハラのちょっとスリルがあって楽しい、ね。行くよ。っめっちゃええ匂いする。ならね、ちょっとこう真ん中に皆さんお集まりくださいませ。今度タレ入れますんで、ね、これまだ出来上がりじゃないんですよ。はい、じゃあそれではね、タレを注入します。あ、これもうちょっとくるくる、ダマになっとった。よしよし。ちょっと火強しようか、ちょっと怖がっとったから。味付けなんからね。もうちょっと強火でもいいか。ほとんど下がったよ。ちょっと中覗いてください。火強いかな。でもまあ味付けなあかんからね。ちょっとこう弱火にして、こんな感じ。タレの、そうそう、タレの中にも片栗入っとうからや、こんな感じになってるよ、ほら。もうちょっと弱くええわ。ぶっつけ本番。ほら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 。あ、これ、これいいな、これ。できた。よっしゃ、火止めよう。ちょっとね、プロ級じゃないか、2番は悪いけどね、香りめちゃうまし。よし。ちょっと焦げん程度にしとかんとあかんから。これで一回火止めときますわ。はい、これで一応ね、完成ごとにしときます。じゃーん。はい、こんな感じでね、できました。ということで、いつものようにまだ、じゃーん。いつものようによいしょ、できましたよ。もうちょっと今日は大きい方にしたいと思います。それでもじゃおじゃおって入れて、ちょっとね、またいつものように水が入ります。すぐ終わらんよなんて。な
何も入れない、何も足さない、何も割らないみたいな感じでね、とりあえずいただきます。うん、よし、うん、よし、ほんならね、よっしゃ、これ、冷凍庫、あ、今日はこれ晩ご飯でできるからね、綺麗なとこちょっと置いとったらんと、ね、また汚いもん作ってって言われるかもわからんけどでも綺麗なとこちょっとね動画でも見せたいし、でこの汚いとこ、キンポンの作った汚いとこもこれ、これも入れて、よいしょ、こんな感じ、ちょっと崩れる感じになっとうけどね、はい、いうことでプチッと別に意味ないんやけどね、うん、よし、ほんならはい、できました、はい、こういうででき、お箸やね、お箸、うん、お箸、うん、よいしょ、はい、カメラさんちょっとだけ見に行きます、はい、ということでね、キンポンのお母もちゃんと先輩さんどっちでもええ言うおーちゃんと、ということで、いただきます、はい、いただきますね、うん、この感じです、一応ね、こういう感じです、うん、あ、何の味やろこれ、あー、そっか、大葉の味、大葉がよく効いてますわ、うん、ごろっこまでとけど、うん、これやったら何も足さんでもええわ、うん、何も足さんでもこのまま食べられる、うん、うん、いや、これやってみて、キンポンが作った動画見たら見てくれ悪いけどね、味はね、全然大丈夫、うん、足すもんないよ、これも何も出さへんねんけど、これ別にあれですよ、ソース別に出したり、タバスコ前の動画みたいにね、タバスコかけたりね、そんないたずらせんでも全然、うん、サバ缶の味がね、容器色って、うん、その木綿豆腐、うん、を一回こう凍らせたっていうところがね、これそれが、うん、なんかこうシャキシャキこう歯ごたえがあるというか、うん、うん、これは前はいろいろ味変ね、酒飲み言うと味変したがるでしょ、これにソース、ウスターソース出したりとか、これにチーズかけたりとか言うて、うん、いろんなね、居酒屋にとっても味変したりして、いろんなものをかけてみたり、マヨネーズ味にしてみたり、うん、ソース味にしてみたりやったりするでしょ、それ全然味多いから、これはね、このまま食べられる、うん、ほんまにほっこり暮らしにいう感じでね、なんかそんな、うん、味わいになりました、どうもヌーさんありがとうございました、ほっこり暮らし言ってほんまにそんな感じ、キンポンの場合はもっこり暮らしみたいな感じ変えようかな、自然の暮らしと違ってもっこり暮らし、キンポンちょっと、これ見る時間帯、みんな朝見とってねいつも朝動画アップしようけどこれバンレグは美味しかった、うん、これ今日のあと動画済んでから、うん、ゆっくり解説しながらね、一緒にまた飲んで食べたいと思います、うんうん、はい、いうことでね、今日は男料理いうことですけど、キンポン作ではなくって、ミュウさんのね、動画から引用させていただきましたありがとうございました、最後までね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました、ありがとうございました、違う、ありがとうございましたほんならまた、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル